安心しろ、皆を殺したりはまさか死後絶にするのだ。絶、何を言っている。無限月読みは内派によって忍びさ、まだらよ。俺はお前などよりはるか昔から存在している。間違えたんだ。こいつ、おじいちゃんが言ってた。かぐや。今のあの二人なら大丈夫だ。それよりさくら、ガツに動くなよ。おやつら二人、羽衣とハムラギア、インドラとアシュ。ただ術を渡したのは羽衣か。サスケくん、ナルト、よかった。このチャクラ、マダラなど火じゃない。羽衣は、こいつが出てくると踏んで、俺たちに。オビト、あなたの目的は何だ。忍衆は、この地はわらわの大切な苗床だ。これ以上傷つけるわけにも。戦いはやめにしよう。な、下は溶岩、現実なのか。いや、サスケ、あっちだ。カカシは区内に巻物の端を結びつけて丈夫。さすがカカシ先生。手荒くなってすまない。別空間を口寄せしたとでも言うのか。前を見ろ、ナルト。お前の陸道の陽の力と俺の陰の力だけが目の前のあれを封印で、そうできなければ人類は滅亡することになる。この意味わかるな。分かってんよ。こういう時は体が勝手に動いちまうもんだろ。かつての時、まあ、いや、この意味お前なら分かるよな。の時、もしかしたらサスケ君は無意識に。でも、ありがとう、ナルト。こうなったらスサノオで。マダラの棒が。だが急にチャクラが消えた。マダラを倒した。ナルト、お前受けるのか。陸道の着路を得た。マダラも浮いてたしな。影分身の術。さくらちゃんとカカシ先生を頼む。グラッドはわらわ唯一のもの。チャクラを一つにする。今のうちにオビトを心配させやがって。
この足場のやつにしろ。蔵を分けた我が子たち、動けねえ。さあ母のもとへ。慣れてんぞサスケ。しおらしいだろ、子に封印されたかぐや、かわいそうな母親だ。クロセツ、お前は何者だ。俺はかぐやの子供だ。あのいない間のすべてを記録し、母が復活するための物語だ。の名を知っているということは、羽衣にあった協力するインドラとアシュラの転生者は珍しいだな。母はかつて我が子の手で封印された。十尾自身を地縛転生の核へと変える順の寸前で俺が産み落とされ、飴玉はないが紙芝居の始まりだ。この者が天からやってきたと申す。光の落ちた場所からこの女が出てきました。名を何と申す。このお方はその国の王、耐えるか。締め上げて素性を吐かせよ。わらわの名はかぐや。この度かぐやの言葉をすると愛の数千年前に帰っているのか。天智様、他の国の須作大臣と玄武大臣がお見えになりました。問題はこの湖、かの国の領地と記されておる。この地を我らに返していただき、これを貴殿の国へ渡したら。どのような事情があろうが、良き返事が聞けぬ場合は責任は負えませぬぞ。改めて答えを伺いに参ることとします。マグヤは何をしてる。どなたかいらっしゃるかな。ラビトたちのマグヤは空からよ。ずっと夜風に吹かれていた。そなたは毎日空を見つめている。お前が寂しくなって空を見上げるときに、私はいつも隣にいることにしよう。天智様、国境では他の国の者たちによる悪さがますます激しくなっております。分かっている。だが決して他の国の者に手を出してはならぬ。他の国とは和平交渉を進めるのだ。何事だ。国境に大軍勢が。かぐや、私はすぐに出陣しなければ。心配するな、すぐに戻ってこられる。我々も行くぞ。はっ。かぐやとやらはその国の都を離れたか。手だれの者は集めよ。すぐにかぐやの後を追う。こんなところに隠れていた。噂通りの美貌だな。かぐや様。わらわに触れるな。これでその国は本当に終わりだな。これは戦のためではなく、国境を守るための。この国の者に手を出した者は即刻死罪という命を出してやる。ならばかぐやを死罪にしてもらいたい。我が部下を殺し、私も殺そうとしたのだ。かぐや、そんな者どけよ。急ぐのです。わらわの運命は真珠と共に。何としても真珠に行ってください。私が愛の。この世を照らす無限月読み。
を治めるわらわの子たちと共に。母上はああして毎日空を見上げているが、私たちには何も語ってくれないから、心の内は誰もわからない。どうした香織。待てよ、どうしたんだ。どうもこうもこいつが水を全部取っちまうからよ。だけど今までは他のところにも水は行ってたんだろ。急に川の流れが弱くなってよ。上流で何かあったのか、我々で見てくる。行くぞ田村。うん。何か見えるか。どうやら上流にでかい岩がある。なるほど。だけどこの岩はどっから来た。それはわしが置いたのじゃ。おい無視するな、カエルじゃがな。おい、私の頭がおかしいのか。それなら俺も頭がおかしくなったってことか。別にお前たちの頭はどうにもなっとらん。誰も隠れてない。用心深いやつじゃの、人間の分際で。言うじゃないか、カエルのくせに。この岩はお前たちに会うためにわしが置いたのじゃ。二人ともちょっと来い。あれを知っているか。あれは終焉の峠。あの向こうを見たことはある。誰もあの向こう側を見た者はいない。真珠は大地の力を吸い取り続けている。真実を知りたかったら峠の向こうを見てみるんだな。真珠、どこも異常ないよ。あれは真珠様へのしきたりの。香織、真珠様へのお使いの知らせが来たの。仕方ないことよ、私のこと忘れないでね。母上、真珠のしきたりを中止してください。それはならん。では教えてください、なぜ一人も帰ってこないのですか。それはまだお前たちが知る必要はない。兄者、まさか。私はあの峠に登ろうと。分かった兄者、俺も行こう。田村、どうした。ハオリ、ハオリ。死んでる。真珠のしきたりの正体。出てこい、ガマ丸。どうやら言ったようじゃな。わしについてこい。ここはガマの国じゃ。不思議な力を感じ。ここは天力と呼ばれる自然パワーが満ちて、これは記憶石と呼ばれるものじゃ。その昔、あの木は空から降ってきた。かぐやは真珠の力を得、前たちの父親を、そして人々を真珠の生贄に変えた。真相はかぐやしか知らぬ。なぜ真珠を守ろうとする。わからん。あの真珠がある限り、やがて大地は枯れ果て。母上と話をする。私も素直に話を聞いてくれる相手とは思えない。私に戦力の使い方を教えてくれないか。自然エネルギーを感じて、それを自分の中に取り込め。羽衣はどう。連絡ガマ、かぐやが里に戻り、田村と連絡が取れなくなったそうじゃ。解決の時が来たようだ、母上。お前たちをあの山に、あの娘を愛して。それが私の愛です、母上。どこからやってきたのです。ここから遥か遠い空、そこからやがてわらわの迎えがやってくる。母上、まあ、一度愛の力を、真珠のしきたりをやめてください。ハムラ、お前の言う愛が本当なら、お前に羽村を倒せまい。羽村を人質に取られておったか。許せ、羽村。お前は母上に操られて、今傷を治した。何をしたんだ兄者。もし生き残れたなら、ガマ丸に礼を言え。田村、万華鏡シャリンガンとリンネガンを開眼させてくれて。なんだ。アニジャ、あれを見ろ。真珠は母
母を守るために十尾となった。羽衣たちの激しい戦いは数ヶ月にわたり続いた。羽衣と羽村の力が地獄転生。母は最後の力を振り絞り、十尾は九つの魂、人を信じて協力するように育てる。俺は母上と一緒にいようと思う。羽村、俺は結局母上が好きなんだな。そうするよ、達者でね。だが残された俺には何の力もなかった。やがて羽衣の命は、母の復活に必要なものは二つ。しかし輪廻丸に必要な羽衣のチャクラはインドラとアシュラ、アトメ争いに負けたインドラを利用することにし、書き換えさせてもらったよ。無限つくよみこそがウチハの救われる道であると。互いに争い力を求める流れはでき、輪廻丸の発言を試みたが失敗の連続だ。転生者がウチハ・マダラと千住柱間になったと確信した。それが母の復活の第一歩だと。ウチハ・マダラは千住柱間に敗れてしまう。マダラはバカでなかった。自らに術をかけて、マダラは右目にイザナギを仕込んで、マダラはついに輪廻丸を開眼し、ゲドウマ像を口寄せし、暁を結成させ戦争へと導いた。兜にマダラの死体をわざと発見させ、知っていた大量の人間のチャクラを集めることで母は復活したのだ。お前たちはわらわのもの。はなる全能の神へと戻るのだ。忍びの歴史じゃねえんだよ。それに母はチャクラの祖そのもの。封印の術を発動する隙を作る必要が。あれしかねえ。あの術しか。あの術？ああ、母は全ての術を吸収する。どうだ、実でもないこの空間に強制的に引きずり込む力、次元が違いすぎる。あれはまるで神だ。今までだ、それの連続だった。お前本気か。やってみるまで分かんねえだろ。やってみる価値はあんだろか。やつの隙ができる可能性があるな。俺も左目の準備をしておく。いくぞ。ヤクハーレムの術。なあほあ、この状況でなんで術してんのよ。忍びの歴史だ、この野郎。音のこのエロニンジスは世界を救うことになるのか。世界を救う予言の子は聞いてますか、ジライア先生。冷てえ。なんだ、変わった。また移動したのか。多分前回の溶岩の世界に行った時と同じか。現実だよ。消えやがった、この能力。倒せるとは鼻から思ってない。今度は俺の作戦で行く。もうさ、こいつら分けちまえば。そして一匹ずつ。まずはお前のチャクラを全て吸い尽くす。
けねえと。パンチでね。おびた。かかしか。死ぬ。これが回復。マダラはどうなった？倒したのか？これが簡単に説明すから。どうせそのカグヤってのを倒さないことには、俺たちの世界はもうとっくに覚悟は決まってた。死ぬ。信じられんか。でもさっきも言ったけど、サスケが感知できねえんだ。動いてるな。あそこだ。自然と一体化してやがる。時空間の類だな。くそ、ダメだ。縛られたふりはできた。なら別空間へ飛ばされたと想像でき、奴は時空間から出てき、俺の同日とよく似た能力。よっしゃ、なら俺は本体のサポートに回っから。ただ、俺には膨大なチャクラが、俺の時空間じゃないか。私の白号のチャクラがあって足りません。サスケは必ず俺が見つけ、前の本体。俺のことを助けてくれ。こんな俺に礼など言うな。もう面はねえんだ。証の友で、お前の父の部下で、サスケと同じ内派であり、お前と同じ夢を見た先輩だった。時間のない今さら詭弁を垂れるつもりはない。せめてお前たちの前を歩いて死なせ。ここはわらわの空間だ。何もできぬ。怪力ユーフォー。ユーサー、グラネットを生きやったぞ、マルト。サンキュー、クラマ。入り込めたのか、バカな。ん？消えた。お前がオリジナルか。ならどうだってんだ。こいつはここできっちり殺しておくべきだ。私のチャクラは吸収しなくては。封印されれば元も子もない。確かに多くのチャクラを失うことになる。これで殺せる。友殺しの骸骨。分身でも、もうナルトはいる。そうなった。以上に結果を出しますよ。飛んだ先でいきなりやられるなんてことは。ジナルは殺した。なぜ消えていない。いいか、お前はカグヤが戻ってきた時に備えていろ。ゴーは全てただの分身だったか。騙された。こいつに向こうに行かねえように、うまく戦わねえと。から他の空間に繋がるはずだ。一つ一つ開いてサスケを探し出す。
けのチャクラをこの人に。空間だ。これを一瞬でつなげるかぐやとは一体何者だ。ここはサスケを感知できない。この辺りだと。ここ。それに一つ分かったんだけど、ナルトのオリジナルには愚道玉がついてる。俺の能力だ。届いた。なすべきことからな。戻るぞ。二人とも体に触れておけ。はい。あれは。間違いないよ、母さん。見ているだけで何もできないのか。殺す桜もオビトも必死で、たちの死として大したことはしてやれなかった。頭だ。負けるわけにはいかねえんだ。今の俺でもまだやれることはあるはずだ。バカな、サスケだと。いつちゃんとさくらちゃんとオビトに礼言ったか。敵に集中しろ。もうチャクラを出し惜しみしている場合じゃない。体が食い込む。だが奴も同じように。当分こっちにいる。すぐに来んじゃねえぞ。一旦チャクラを練り直しか。地球空間へ飛ぶことなら回復も早い。敵に注意しろ、カカシ。こいつらは今大切な時だ。お前は新しい世代の支えとして。そんなことをしても無駄だ、ナルト。奴の言う通りだ。チャクラを無駄に使うな。君方双方から忌み嫌われ、悲しんでくれる仲間も肉親もいない。パイだらけの間抜けか。てめえ、さっきそうだな。動力が戻った。
っちゃ来い。先に行く。くそ、くそ、くそ。もういい。ありがとう。俺はお前と戦って何か目が覚めたよ。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。虫けらでもこのしつこさはゴキブリだったな。ナルト、お前もこれ以上また哀れで惨めなそいつと同じに。なる。そうみんな。しやすくなる。これは人型じゃない。死んで取り込まれちゃうぞ。しかも早い。分かってる。サスケ、お前の同術でさくらちゃんを。やったぜ。サノ、誰だ。カカシ先生、ありがとう。そんなはずが。おかしかねえだろ。そいつらを、世界を守る。大集結。この力、オビタの社員が。このチャクラは。直接抽出できるこの子宮空間こそ上空洞玉。新たな空間の始まりだ。お前らはその犠牲となるのだ。俺たちで世界を救うぞ。お、了解。どちらにする。二分される。途中まで連れて行け。あとは飛ぶ。お、早い。いい能力だな、オビト。すり抜けるのは。カムイライキン。右手が。なら。やはりどちらもアシュラの転生者。同じ女ならバカにしないで。サスケ、サクラ、大好きだ。行くぞ、しばらく転生。なぜだ。寄せられているのか。やっと出られた。サスケくん。ナルトはどうした。そういや、お前親離れしたくねえんだったね。勘違いしてんじゃねえってばよ。封印終了。私たちはどうすんの。この空間からどうやって戻るのよ。地妖精の術。おかえり。何だ俺ってば。お
ってきたのだ。歴代の御影に協力してもらうよう、わしが浄土から呼んだのだ。よくぞ世界を救ってくれた。お前が畑かかし、これこそ神の御業よの。いえ、私はほとんど何もできませんでした。だから言った、よくぞ皆を導いたと。おーい、クラマー、会いたかった。あのクラマが恥ずかしがって慌てておる。忍びの世界をむちゃくちゃにしてしまう。最後は出なくともとして俺にとっては。ありがとな、リンを待たせてから。お前を助けてくるって前もって言っといた。ありがとうな、オピト。カカシ先生、ガリンガンの柱が。望んでも届く。俺たちの生きてる間にできるか。出て相変わり、お前楽観的。俺のついお前の夢つながる。なら俺は無理だ、嫌いだから。今ならただ戦友として酒を酌み交わせる。それ五影たちも江戸天聖たちもわしが下実す。行ってこい。行っとかなきゃなって思ってた。誕生日おめでとう。わかる。シナにいろいろ伝えておく。でも、ちゃんと飯食ってから大丈夫だって言ってくれ。たまにこの葉の温泉行くし、他にはカラスの行水とかなんとか言われてるけど、友達はいっぱいできたんだ。もちろん三代目やカカシ先生の言うこともちゃんと聞いてたぞ。エロス園についてた時にいろいろ勉強になったってばよ。一番尊敬してんだ、父ちゃんを越すおかげになる、絶対になるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ、しっかりやってんだって。全部しっかり伝えておくよ。もう自由だ。やっと俺らも故郷に帰れんだな。やっぱ B のところへ戻ることにする。クラマ、お前は宵合所の管理役としてナルトの中にいてやる。まジジイがそう言うなら仕方ねえか。素直でないところは相変わらずですね、クラマ。我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか。答えは変わんねえ。あとはサスケよ、お前は。そうだな、だがまずはこの無限つくよみの中。なんて言ったのサスケ。お前らは全て俺の管理下に置き、いずれ処理する。なるとよ、やはりこうなったな。わしもこの世にいる限界だ。サスケ、それが今のお前の夢だってのか。破壊し、そして作り直すのさ。忍び世界を一新する、それは革命だ。自爆転生。やはりまずはお前か、ナルト。やっぱここかよ。前と同じだ、ここでまた。お前には渡せねえ。俺の言うほかげとは何なのか教えてやる。ナルト、助けは身の中に。ああ、行け。あいつを救い出せるのは。分かってるんだよ。俺の語るほかげが、俺の答えを示す。たちの生き様がその答えまで俺を導いた。この葉隠れの里を守るために、一族と己を犠牲にした理由。イタチは一人で、その平和を支えようとしていたんだ。すべての憎しみを一身に受けながら。彼こそが本当のほかげだったんだと。そこまでして守りたかった国とさ、俺はもう兄とは違う。一人だ。
忍びの問題は己自身で全て対処しきる。闇の中の憎しみはなくならん。みんながうんって言うと思ってんのかよ。お前らが俺のことをどう思うかは関係ないと。革命だ。俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。そしてそれを亡き兄へと注ぎ、弔う最後の地としよう。切らせねえ。エントン、このイカズチ。なろうとしてるお前はほっとけねえだろ。俺たちはもう昔ここで戦った時とは違う。それなのに俺とやろうってのか。お前を切らねばならない。は今やってきてんだぞ。共通の敵がいたから。また格差とは対立し始める。で、今までのような戦闘ではなく、影から管理が必要だ。それが俺の言う火影のあり方だ。その程度じゃ俺はやれんぞ。もういい。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。まるで陸道のジジイ並みだ。下道マザーのねえここでスタノをその入れ物にしてやる。ナルト、お前のその術が自身の弱さの象徴なのさ。自然エネルギーが急に。やるぞ。やっと俺をやる気になったか。勝負してお前にちゃんと勝ちてんだ。今のお前にだね。助け。インドラの矢、今の俺が放てる最強の術だ。美獣ども、
これが勝利するのは必然。これでやっと俺は視野にとっても助けの勝利。へん、やんのか、そこれか。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。そういうことなんだろうな。惨めだ。お前はキュービ、俺はウチハの名によって、そして俺たちは、里の連中。お前は俺を兄弟と呼んだが。絶対死なねって、僕はなるまで。ああそうだ、無限つくよみ技術できねえんじゃねえか。さくらとかかしがまだ残る。なんとだろう。ナルト。許せ、サスケ。俺はお前をずっと愛している。兄さん、もうすぐ会える。やっと戻ってきた。全てを切るための力を得た。お前の憎しみを受けてやれんのは。なぜそこまでして俺に関わろうとする。いいから答えろ。友達だからだ。友達だ。友達だからだ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。バカなことをしてはわざと叱られようとしていた。何度も叱られているお前をずっと見ていると、他人とつながろうと必死なお前を見ていると、俺の家族を思い出すようになった。そして俺は七班に己の家族の影を見るようになった。俺が痛くなったんだ。急速に強くなっていくお前を放っておけなくなった。本当は俺が羨ましかったんだ。俺にはない強さがあったから、かつての兄さんのように。助けはお前に任せる。七からそのつもりだ。これはナルトの記憶。ホカゲってすげえ名前語るのによ。もし一生芸人になったって、意地でもホカゲになってやるから別にいいってわよ。俺はホカゲになるまで絶対死なねえからよ。ナルト、お前はこれほどまでに。ホカゲになった者が皆に認められ、仲間を忘れるな。兄さん、それなら見せてくれ。まさかマジで天国なんじゃ。
また死に損なったよ。今こそ、いや、さまさま。こんなになって、ただや、認めてやるよ、俺の。この戦いは、勝つとか負けとか、なんじゃねえ。なあ、ナルト。お前を認めしまった。ここで俺が死ねば、無限つくよみの芸術は、俺の死後、左目をかかしにでも移植してやればいい。死んで決着つくなんて思うな。全忍びの協力だ。俺が、またお前に盾つくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。同じことを言わせんな。ルールは予選の時と同じ。どちらか一方が死ぬか負けを認めるまで行う。両者中央へ。来ないならこちらから行く。砂の鎧はチャクラを使いすぎる。あんまり長くは持たねえじゃん。ガーラのやつ、まさかあの術を。心配するな。え？あいつも俺も無駄に遅れてきたわけじゃないさ。第三の目、間違いない。あの術。
何のつもりか知らねえが、ちょうどいい。俺のこいつも時間がかかる。バカな河原のやつめ、いつ合図がかかるかわからんのだぞ。みんなあげるよ。いつも僕はいい子だよ。計画どころか無茶苦茶にするつもりか、ガラのやつ。まさかこれは。俺がサスケの修行についたのは、あいつが俺と似たタイプだったからだ。だから体術ばかりを鍛え、スピードを飛躍的に高めたのか。怖い。チャクラが目ではっきり見える。一体どうなってんの。ラウジハ一族か。まさしく。なんだってばよ、あれは。木の葉一の技師、コピー忍者カカシ唯一のオリジナル技、広大なチャクラの突き手への一点集中、さらにはその突きのスピードが相まって、あの技はこう呼ばれる。シドリ。我はココシノ。シドリ、つまり雷霧。その本来の術名がシドリ。極意は人体の限界点ともいえる月のスピードと、なんて無茶な技を。お前が言うなよな、リー君。僕にはわかる。シャリンガンがある。捕まえた。何このあったかいの、何が。病体になったのか。わからない。傷ついてるみたいだし。初めてあれを見たとき、飯が食えなくなったから。なんせ見た目はまるで。なんだこの感覚は。完全なまま殻が破られたんだ。違う、あの目じゃない。何だったんだ、さっきの視線は。
ゴーラ、今ならカンクロウがウチアを足止めしてくれてる。こっちに行ってろ。いいから早く向こうへ行け。邪魔だ。あれはウチア・サスケ。てめえら砂が何企んでるかは知らねえが、お前は俺が止め。なんでよ。ガラ、強いお前、ウチアと呼ばれるお前、仲間のいるお前、お前を殺すことでその全てを消し去った存在として俺は生を実感できる。お前は俺の。感じさせてくれ。あの目だ、さっきのあの目だ。こりゃお前が援護に来るまでに終わりそうもねえな。死の、この俺が怖いか。ウチハ・サスケ、出てこい。ウチハ・サスケだ。しなきゃ、かわせもしねえ。この目がなけりゃとっくに死んでるぜ。カトン、合格の呪術。死ねえ。やはり千鳥じゃねえぞ。どうした、お前の存在価値はこの程度か。憎しみが弱いからだ。前の憎しみは俺より弱い。意味がわかるか。黙れ。イタチは自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ。俺は復讐者だ。